牛原洋一は海軍将尉、昭和期の映画監督。大正13年京都府に映画監督、牛原宇津彦と元女優、三村千代子の長男として生まれる。関東大震災で離災した巨美子、千代子の二人は横浜より、旧南線、米国線赤ウエストオロワ号に乗り、神戸へ。その後、京都へ移り、洋一誕生。慶応義塾幼稚舎入学後。 普通部、経済学部と進学。選挙区が悪くなる中、海軍航空隊を志願し、慶応義塾大学を仮卒業し、海軍経理学校へ入学。海軍省委任官と同時に、舞鶴海軍施設部配属。終戦後、福音、慶応義塾大学に副学士卒業。慶応義塾大学経済学部卒業後、1947年。 大英東京撮影所助監督部へ入社する。島孝治、木村敬吾監督らに着くが、1954年、日活に移る。田坂智隆監督らに着いた後、1958年、野郎と黄金で監督デビューする。以後、日活アクション映画黄金時代を支える、監督の一人として、石原裕二郎、小林明主演作などを発表する。 1966年に日活を退社し、ジェトロなどの海外版、PR 映画の制作に携わり、1968年のグレート・ブッダはニューヨーク国際短編映画祭で銀賞を受賞した。俳優の牛原知恵は実施。ありがとうございます。